婚のひとしがいいですな。ゆっき好きですものね。あら、何やつ。あら、気をつけて。お、さつまいもにしましょう。田楽芋もいいな。彼自分で壊すコーナー。やめろやめろ。いやいや、お疲れ様でした。はい、最後に締めの言葉をじゃあ先生お願いできますでしょうか。はい、今日はですね、盾を初めて刀を持って最後演目というか同じ作品というものをみんなで一緒に作れてとてもこちらとしても楽しかったです。勉強させていただきました。本当に素晴らしい侍たちでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。お願いします。パチ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 。今回アニメーションの企画にどう活かせるか盾をというところだったんですけども、何かこういうところを活かしてほしいなんてところがあったら、やっぱり派手な見た目というだけではなくて、その動き一つ一つに例えば攻撃側があって防御側があるっていうのが、そのキャラクターが本当にその行動を選択する必然性がある流れっていうのがあると、そのただかっこいいアクションではなくて物語の戦いが始まる前と後っていうのがものすごく何だろうな、感情移入にとってもそのキャラクターを色濃く見せる上であっても盾っていうものがすごいジャンプになってくれると思うんですよね。お客様見ていただいている方の気持ちを宿るのに、なのでその今日設定芝居いろんな設定を作った中で皆さんに楽しんでもらった部分っていう部分を生かしてもらいながら、その人が戦うべき理由であったりとか、なぜ切りに行かなければならないんだろうっていうのところが一個一個積み重なってくるといいなっていうふうに思います。大小を含めてメンバーそれぞれであったり、いろいろなイベントであったりとか舞台が決まってはいるんですけども、まずはそうですね、今日皆さんに体験していただいたような琴の葉盾道場というですね、毎週月曜日にですね、盾道場を開いております。やっぱりいろいろ奥の深いものであったりとか格式高いものであったりとかはするのですが、まずは本当に楽しんでいただいて、日本の文化で刀であったり盾であったりというものがいろいろな方々に親しんでもらえればいいなと思いますので、ぜひ盾道場の方よろしくお願いいたします。はい、本日はありがとうございました。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 いや、初めてやったんですけど、やっぱり最後も自分でやるのもすごく楽しいし、みんなやってるのもだんだん楽しくなってきて、なんかこれ本当にやりたくなっちゃいますね。なんかこれからもっとできるかな。できないけど、なんかこういう体験をさせていただいて本当に楽しかった。ありがとうございます。よいしょ。最後はもうノートが上手くなりたいですね。最後にね、もうなんか一番基本的なところできないという。いやいやいや、でもかっこよかったですよ。これはありがとうございました。どうもです。はい、ありがとうございました。あとね、30分1時間ぐらいあればなんかもうちょっとかっこよくできたんじゃないかなみたいな感じね。もうちょっとやりたかったなって思います。なんかちょっとハマり症なんで、ちょっとこれをきっかけに始めようかななんて。おや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 、なんか宣伝があったら言ってください。いいんですか。いいですよ。私の時同じ
コニコ生放送で森道病院というあのクソみたいなユニットを組んでおりますクソみたいなやつクソって言わないのありましてクソみたいな番組を作っておりましてよかったら皆さんチャンネル会員の登録をよしお願いします実はですね僕が、町遊びっていう徳島のイベントで去年お知り合いになったんですよで、まあ、森道病院とかこっちでやってましたけどもいやなんか最後にバトルしたじゃないですかで先生方がやる前にじゃあこっちも殺す気で行くんでって言われたんでじゃあこっちも殺す気でやってるってやりましたまあ、なんかのテンション高い芸はいいですねめっちゃ楽しかったんで道井さんと一緒にバトルができてまたねすごいいい経験になりましたし刀振る経験なんてめったにないじゃないですかでこれもね後々のお芝居に生かしていきたいななんて思いますありがとうございましたはいありがとうございます、はい、お願いしますはい実は今日の盾をするっていうことを聞いた時点でもうすごく楽しみだったのもあってあの和服が着れるっていうのも一番嬉しかったことの一つであの実はこの趣旨とかもちょっと和柄でガモちゃん髪の毛がグリグリになってるけどなんか病気じゃないのそんな気になりますねトルネードトルネード今日も同じ趣旨あ、そうなんですおやおやおやいきますよガラピーのおやおやが出たよいただきましたおやおや見てみたりとかもしたんですけれどもやっぱりそれでも見た目よりもこの戦いの動きすごく面白くて私もあの本当に普段もちょっとなんかそういうレッスン的なものがあればぜひやってみたいななんて思いました舞台でも意外と盾やったことないんですよね私なので今日はゼロから本当に盾を勉強できてすごく楽しかったですありがとうございました、はい、そういえばガムちゃんが声をやってる、はいイヤパンって作品が最近なかなか人気だらしいんだけどもそうなんですよ嫌な顔されながらおパンツ見せてもらいたいっていうアニメで、まあ、ゆいなちゃんってやつやってますおやおやなるほど多分ねそんなアニメを作る監督ってのは相当人間ができたやつなんじゃないかなと思うねそうなんですよねだって現場でサシマとか抜けちゃったりするんで本当大変なんですよもう帰ってよし帰ってよしはいお疲れ様です帰ってよしはい今日はありがとうございました、はい、お疲れ様でしたはいなんかやっぱりこう最初はおなんか天と地とって覚えてなんか意外と簡単にできるのかもって思ったんですけど、うんうん、やっぱ楽しさにたどり着くのは早いんですけどやはり先生方の振る舞いとかを見てるとやっぱ千里の道も一歩からなんか積み重ねがすごいなって思いました皆さんもご興味あればぜひ盾一回習ってみるのも良いのではないでしょうかこれがどんな風にアニメに生かされるのかもちょっとね夫婦キャラになるのか楽しみですけれどもはいユニットことのはさんぜひ皆さんも調べてみてくださいありがとうございました息子さんこの服の色良かったですね本当ですか、ね、めちゃくちゃなんか凛としてる感じがしますね素敵実は凛としてない出ちゃったおや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 なんかちょっと透けたんですよねこの辺の文字があサクセスねサクセスだから T シャツの柄があなるほどねそれサクセスって書いてあった透けちゃうよとか言ってでも全然気にならなかったけどね深瀬ピーの画角が頭ちょっと切れるいやこれあのライトがねライトがあってそれを削ってるんですよ今日はねアクションのなんかの大事なところが分かったような気がします小説だけじゃなくてアニメーションにしていくときにもねあのみんながどんな風に動いたら鮮やかに見えるかっていうのをね今日は本当に勉強できましたあのこれからの、ね、キャラクターの設定とかも合わせて、あのどん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 その内容を濃くしていきたいなと思っておりますありがとうございました今回だからちょっとアップのところは目にライトが入ってるんですよ目にライトが目にライトが、ね、ハイライトが入ってるってことよいやちょっと今グラさんがちょっと邪魔でそうほら見てごらんなさい実際体験するという形でやっぱりアニメーションとか、まあ、そういう企画小説とかにって、いるところに活かせるっていうところはどういうところが見えてきましたやっぱりあのですねあのなんすかおかしなものではありそうなアクションっていうのができると思うんですよね見ててあ本当に切ってるみたいな本当にこういうのありそうだなみたいなそういうようなそのリアリティのあるアクションシーンっていうのにつながっていくと思いますグラさん光ってます上が光ってあグラさんキラキラしてるグラキラって言うんですこれお誰も突っ込んでくれないですかほらほら光ってるでしょグラさんがちょっと見合いにあ昔は優しかったのにな昔はまだ見る2、3回見
3ヶ月だよ。そうですね、まだ始まって2、3ヶ月間もないの。いやいや、お疲れ様でした。皆さん、お疲れ様でした。結構汗かきましたね。いや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 、明日筋肉痛に気をつけてくださいよ。ではあのちゃん、はい、今回お世話になった、琴ノ葉道場のご説明をよろしくお願いします。はい、琴ノ葉盾道場では、盾の基礎から舞台や映像などでも使える技術を習得することができます。はい、初心者の方はもちろんのこと、経験者まで幅広い方に満足していただけるよう、その人に合ったレベルで稽古をつけていただけることができます。うん、大切なのはまず楽しむこと。皆さん、楽しめましたか？めっちゃ楽しかった。お、今大坪ダンスが出ましたよ。大坪ダンス、そんな名前のダンスがあったんですね。メイメイさん、あはははは、大丈夫ですみたいな。毎週月曜日、新宿区または練馬区の稽古場にて、詳しくはこちら、こちらじゃない。はい、じゃあスタジオに戻りますよ。よいしょ、出ました。はい、戻ってきました。じゃないですが、ちなみに刀を持ったキャラクターを演じたことがある、まあ、ゲームも含めてなんですけども、あったりする方おられますか？そうですね、アプリゲームとかそういうので、うんうんうん、アプリゲームとかあるそうですね。なるほどなるほど、歴史もの増えてますからね、最近だね。大坪さんはアニメでも、アニメでも、うん、はい、なんかこう、例えば刀を振るときの声とか、うん、例えばまあ、なんかこう刀の重さとかさ、だからそういうので、あのやっぱり経験するとしてないとかって結構違うもんですかね。いや、違うかもしれない。私も超未経験だったんで、うん、でもまたアニメになると、それが空中戦だったりとか、なんかまたちょっとジャンルが変わってきたりとかもしますけど、でもなんかやっぱり経験してるのと経験してないのじゃ全然違うと思いますし、なんかこれやった時もなんかすごい、ね、事務所の人となんか、いや、養成所でやったら絶対いいよねとかも話もしたりとかして、声優さんにとってはね、きっといい体験になると思います。はい、あの加藤さんとかも、ゲームとかで対戦は、そうですね、やっぱ持ってる、その刀を持ってる女の子とかやったんですけど、やっぱその普通にこの、なんていうの、脇差しっていうんですか、とかの持ってるキャラクター見ましたし、なんか2つ持ってる刀担当を2つ持ってる女の子とかもやっぱやったことがあったりとかして、その刀を振る時のやっぱ息遣いだとか体の使い方とかってやっぱ経験してみないとわからないじゃないですか。で、あのやった実演のやつとかも自然との自分で声が出ちゃって、パーとかてーとか言っちゃったんですけど、あ、なんかこうやって言えばよかった、もっとかっこよくできたんじゃないかなって今になってやっぱちょっと思うことがありますね。うん、どう見せるかっていうのを、まあ、武器を持ってやるっていうのは結構難しいですよね。難しいですね。大坪さんすごいなと思ったのが、みんな初めはちょっと役入ってたじゃないですか、で途中で、ね、あーとか言うのをちゃんと入れてるのは大坪さんだけだから大したもんだなと思ったんですけど、ね、すごい、しかも奥さん風なあでしたね、確かにでした。そう、切り込んでいくとか切り込んでいくけど、弱いとか弱いとか考えて、やっぱりね、そのこれからやる作業っていう作業じゃないけども、その刀の振り方とかって僕なんてやったら多分それだけで頭いっぱいになっちゃうと思うんだよね。うん、それはなかなか難しいんだなと思いましたけども、なんか参考になったことありますか、赤野ちゃん？そうですね、あの天と地でこうやっぱりそれもあのやっていうのも声の出し方ですごい変わると思うんですよ。上に向かって振るのと下に向かって振るので、最後切る最後まで振り切るのはやっぱり声の出し方とか力の入れ方とかが全然変わってくるので、あのマイク前でのお芝居とかの時も、あ、じゃあこういう風に声の出し方とか力の入れ方とかすればいいんだっていうのがすごい勉強になったので、もしそういうキャラクターと出会えたら、私はぜひ今回の、あの体験を生かしたいなと思いました。なるほど、あと娘キャラね、娘キャラパパママにはもう大坪さんも繰り返しになっちゃいますけども、はい、今回学んだこととか何か ためになったことありますか？そうですね、お母さんキャラ以外でいやでも本当に教え方がこうスムーズだったので、その刀の基
礎がちゃんとできたからこそ、そうやって小芝居をつける余裕ができたんだなっていうのもすごく思いましたし、やっぱりこう見てて、やっぱ刀の重さとか、まあ、武器の重さとかによって声って変わっていくんだなっていうのは、結構レーザーのね銃使ってた時と比べて、なんかあ結構やっぱ振るといっぱい出るなとか、なんかそういうなんか違いとかも通して見えて、はい、楽しかったです。魔法カッチャーで作る時にはね、それなりのこの音がね出てね。なるほどね。みんなのやってる姿とかを見るのもすごい楽しかったです、ね、じゃあ自分はこうしようとか考えられたし、なるほどなるほど、はい、小藤さんはどうでしょう。私はそうだ、あっちゃんはどう。あれあーちょっとなんか胸みたいな。いないの。いやもうなんでしょう、さっきがやっぱすごかったじゃないですか、琴ノ葉さんの皆さんの最初の実演見せてもらった時から、なので私もやっぱその殺気をちゃんと出してやりたいなっていうのがあって、真剣に戦いたいなと思ったんですけど、今回一緒に戦わせていただいた道井さん、まあ私初めましてだったんですけど、これもう盾をやるときに大事なことって、相手との呼吸を合わせる、敵のこともそうですし、だから道井さんともその呼吸を合わせられたらなと思って、丁寧にこう丁寧にでも激しくかっこよく戦えるように頑張ったんですけど、最後の納刀するときに二人で一緒に揃ったのを見てめっちゃ感動しました。あれすごかったよね。あれ、うん、もう偶然だと思うんですけど、すごいかっこよくて、なんか一緒のなんていうんだろう、舞台じゃないですけど作品を作れたのかなっていうのにちょっと感動しましたね。なるね。いい経験しました。なんかこれを機会にね、ギリ姉妹の杯でも終わってくださいよ。ギリ姉妹の、いやもう本当にわかんないけどね。はい、じゃあ柳井さん、まあ、今回全部通しまして、いろいろ参考にはもちろんなったと思うんですけども、はい、まあ、刀銃、まあ、前回銃だったんですけども、刀という要素で何かしらまた面白いことができそうな気がするんですけども、どうでしょうか。そうですね、なんて言えばいいんですかね、今回自分でやってみて、それをここで一回見るじゃないですか。そうすると今度はどういう角度でどういうここなんですかね、描き方あすればかっこいいかっていう視点をちょっと今ここで見ながら感じたんですけども、そういう意味ではですね、今回なんていうんですかね、銃やって刀をやって見えてきたのはやっぱりアクションの演技バトルだったりその描き方じゃないですか。そうするとさっき僕たちのリアクション見てみたいっていうんだったら、もうちょっとね、銃の時でも撃たれた時にわーとかね、切った時も切られた時にあーみたいな、そういうのも勉強とかもちょっとできたらなと思います。いい演技したいって思う。なるほど。でも今回は残念なことに大津さんの敵感がなくなっちゃったんですよね。敵感？敵感？敵感って何ですか？ん？ボス感？だからね、ヒゲラリがそうって言ってたやつだ。そう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 、言ってましたね。なんかね、銃の時にはね、ああこれは最強の敵やになると思ってね。今回は意外とね、お母さんになっちゃいましたからね。今回はほら僕と彼女ってなんていうの、ある意味子供の父母みんなのリーダー的存在でしたからね。そうね、まだ違った一面が見れたな。おや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 。ここ今の何キャラのなんかセクシーだったの。いやいやいや、なんかやっぱりその母性母性母性だった。なるほどね。というところもいろいろあったと思います、うん、はい、ではちょっと今回もいろいろなものをちょっと我々得たんじゃないかなと思っております。はい、あと刀はですね、実はですね、ちょっともう一個ブッキングしちゃってまして、ちょっとですね、今回もしかしたら刀が続くかもしれません。なんでちょっとどういうものになるかはちょっと次回のお楽しみとさせてください。で、そんな感じで大友さん、まとめてください。はい、じゃあ次ももしかしたら刀ということで、次回は何をするのでしょうか、お楽しみに。それでは皆さん、せーの、またね。この番組は株式会社トゥー、株式会社トゥーマーカプロダクツ、株式会社ひふみ書房、イタイン堂の提供でお送りいたしました。あやちゃん、絵うまいね。何使ってるの？コピックです。コピック？コピックは株式会社トゥーが作っている高品質のカラーマーカーで、発売されてからもう30周年、
プロの方から一般の方まで幅広い層の人に愛されているんですよ。発売から30周年へえ、ロングランだね。30周年を記念して特別サイトには漫画家さんからの様々なサイン色紙が展示されていて要チェックです。へえ、私もコミック使ってみようかな。株式会社トゥー、株式会社トゥーマーカープロダクツ、その手に勇気を、ブレイブ文庫。